先日桜井から京都に向けて一直線に角度が要は興福寺の、北円堂と南円堂の角度が、この山から平安京までの、角度だと言ったら今日の朝このように珍しい一直線のちょうどほらご覧ください、そこまでなんですね。こういう雲が出てましたと。